境をもっと良くしていくため全力を尽くします。小池都知事の下で待機児童は都内4州の自治体でゼロ、ほぼ解消されました。次なる課題は教育の壁の打破、学童保育の待機児童の解消です。私小池百合子は保育園に学童保育に入れない、そのため出産をためらったり仕事を諦めたりすることがない東京へ、もっと誰もが産み育てやすい東京を実現してまいります。ぜひあなたの一票を小池百合子へとお託しください。こちらは東京都知事候補の小池百合子でございます。ただいま候補者本人この選挙カーの上へと登ってまいりました。ありがとうございます。たくさんの皆様お集まりをいただきまして本当にありがとうございます。もうこれこそ江戸の歴史でございます。そして
アニメ、そしてまたゲーム、これらのクリエイターは東京都がしっかりとサポートして、クリエイターを専門家を育てる、このような施設もサポートしていきたいと考えています。皆さん楽しみじゃないですか、いかがでしょうか。アニメの人たちもなかなか仕事が厳しいんだというお話、そしてまたその給与も十分ではないんだ、いろんな話を聞きます。だからこそ東京都として日本の、そして東京のキラーコンテンツ、漫画、アニメ、アート、しっかりとサポートいたしてまいりますので、どうぞ私の3期目ご期待をお願いをしたいと思います。よろしくお願いを申し上げます。私が2期8年実績を重ねてまいりました。そして3期目この選挙で取っているのは首都防衛ということでございます。先日も北朝鮮、短距離ながらミサイルを飛ばしてきた、そして着々とミサイルの技術を磨いている、そしてこの東アジア周辺の国々、これもよくウォッチしていかなければ、私は都民の皆さんの命と暮らしを守る責任、これからもその責任をしっかりと果たしていきたいと思います。皆さんご期待をいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。人の防衛、都民の命と、そして暮らしを守ってまいります。私、小池百合子でございます。そして今毎日線状降水帯どこで発生をして、ゲリラ豪雨がどこで溢れて、そしてこの暑さももう災害級でございます。あらゆる災害に私小池百合子は都民の命を守るためにしっかりと備えてまいりたいと存じます。昨日はちょうど7月の1日、あの7月1日の能登半島地震からもう半年が経とうしてきたんですね。なかなか災害は厳しい状況があります。東京都からは職員を述べて1700人ぐらい、それぞれの専門家などもお送りをしてあります。水道の復旧、そしてまた例えば避難所の整備など、皆さんをしっかりと温かく迎えられるような、そんなお手伝いもしてまいりました。だからこそ都には、そしてまた私の知事室にはいろんな最新の情報が集まってくるんです。皆さん、この状況、能登地震においてなかなか厳しい、あの輪島塗りも厳しい、そういう状況にあって、明日に希望が抱けるような、そんな復旧復興のプランを示してあげなければならない。ところがですね、国の法律はなかなかそうさせてくれないところがあって、何を守ってくれるのかよくわからないような箇所もあります。例えば罹災証明というのを発行してもらう、その前にいろんな手続きがあるんですね。例えばお家が壊れている、何パーセント壊れているのか、全壊なのか半壊なのか、いえその途中の30% 壊れているのか、20% 壊れているのか、とても厳しいマニュアルがあるんですけれども、ところがそれを誰が決めるのかというと、目視だっていうんですね。目で見てそれを測るっていうんですね。今の科学的なこの時代において、もっと 3D のそういう確認をするとか、 AI で判断するとか、もっと技術を革新をして、それによって一日も早く住環被害調査、これもですね済ませていく、それが罹災証明につながって、これから家をどうしようか、直すのか、それとも一旦もうこの際もう一度建て直すのか、プランができるわけじゃないですか。ところが被災地でその証明を最終的にする人は、その地域の自治体の職員じゃないとダメだという法律があるんです。つまり被災をして、そしてその輪島の場合はたったその職員2人しかいないんですよ。2人、その2人ともが被災している本人なんです。
なかなか難しいですよ。ところが法律上そうなっているので、東京都からいろんな職員をですね、応援部隊と出しても最後はその人たちにやってもらわないとダメという法律、これを少しは緩和してくれましたけれども、技術力を上げて、そしてまたその技術や科学的な判断で一日も早く罹災証明ができる、そして公的な開催ができる、そういう判断を下してあげたいじゃないですか。考えてみてください。この大東京で首都直下地震が起こった時に、そして職員も被災者であるということも十分考えられ、これから今のうちにですね、いつ起こってしまうかもわからない、そういった首都直下地震自身に備えるということのためにも、これからも AI にさまざま学習を積み重ねさせる、 3D のその判断をしていく、これらの科学的なことを私は3期目も改めて加速させていきたいと思っているんですが、皆さんいかがでございますか。さあ皆さんありがとうございます。私28年東京都知事を務めてまいりました。1期目東京大改革 1.0、 これによってこれまでの予算がどのような分野に使われて、そしてどういう効果を呼んでいるのか確認をいたしました。そしてその中からこれまでも使われてきたけれども、今後むしろ他の分野にその予算を当てた方がいい、大体年間で1000億円弾き出しました、ひねり出しました。そして10年20年後に必要な分野にそれを振り分けてきた。8年間それ続けてきましたから、合計で8000億です。8000億円を未来につなぐ、そのための人材の育成、また私はチルドレンファーストの政策を推し進めてまいりました。例えば018サポートでございます。今0歳から18歳までの子育ての皆様方に1人当たり5000円、これをサポートさせていただいている018サポート、そしてまた高校の授業料の実質無償化も進めて、これも大変ありがとうという声を町から聞くところでございます。そしてまた給食費についても23区の皆様方はもうすでに進めておられ、多摩地域につきましても交付金などを活用してまたさらに後押しをしてまいります。要は皆さん、私はその東京次世代を担う子どもたちの教育、子育て、これを皆さんの負担ができるだけかからないようにする、そんな東京にしたいと考えているんです。皆さんいかがでしょうか。2期目はコロナで1200日費やしました。皆様方のご協力で何とか乗り切り、そして5類へと移行したところでございます。でもいつ新しい感染症が起こるか分かりません。そのための備えも今からもしっかりとして、東京 ICDC の専門家の先生方には引き続きアドバイスをお願いしているところでございます。そしてまた人が輝く東京、今申し上げましたチルドレンファーストの事業をしっかりと進めてまいりました。若い世代の皆様方からは子育てがしやすくなった、また不妊治療についても、いえそれだけではありません、卵子凍結についても東京都は調査もされて皆様方からのご応募をいただいたところ、予想の10倍もの多くの方々からご応募いただいてまいりました。これはいかに多くの方々がいつかは自分で子供を持ちたいと思っているか、その証左だとこのように私は思います。だからこそこれからお母さんになる人、もうお母さんになっている人、どんどん母が少なくなれば、どんなに少子化対策をしても、また出生率を上げても、母の数が少ないと出生率が多くても、それは
被害十字しか分子が少なくなってしまうんですね。だからこそ私はプレコンセプションケア、そしてまた女性の健康を守る卵子凍結もそうであります。そして今回はもう一人子供が欲しいけれども、あの時のウイさんの時のあの痛さはもう勘弁ねという声を東京都の職員の女性からも何度も聞いております。そして町の皆様方もいろいろと聞いております。だから今回は欧米ではごく当たり前の無痛分娩に対してのサポートを私はしていきたいとこのように思っています。いかがですか女性の皆様。今回3期目でございます。首都防衛、皆さんの命を守る、暮らしを守る、そしてまた災害から皆様方を守っていく、さらには経済を伸ばしていく、このアニメ、そして漫画、ゲーム、これらも大変大きな産業でございます。だからこそこの担い手を東京都はサポートしていく、これも大きな経済の流れ、それを推し進めてまいります。スタートアップもこの秋葉原にはたくさん企業が育っとうとしています。そしていく東京、去年から始めました東京都のイベントでございますけれども、もう2年目にしてアジア最大級のイベントになっているんです。ベンチャー、新しく企業をしよう、こんな技術がある、だから世界でグローバルに活躍したいという人たちを、インベスター、投資家と、またアクセラレーターという、それを加速させる人、そのお見合いができるような、そういうイベントでございます。430社が集いました。そして、周辺のイベントについては、60万人が参加して、だからこそ、アジア最大級に育っているということなんです。私は東京都、歩みを止めてはいけないと思っています。常に挑戦をし続けて、そしてマグロのように回遊魚のようにいつも動き回って新しい流れも作っていく、それがリーダーとしての東京都知事の役目だと私はこのように自覚をいたしております。皆さんもそう思われませんでしょうか。ありがとうございます。さあ皆さん、私はこれからこの選挙戦もうあとわずかでございますけれども、新しい公約も積み増しをしております。中小企業の皆さん、後継者がいないといって工場を閉めるようなことがないように、私は東京都としてしっかりとサポートしてまいる。企業同士が、仲間同士がこう一緒になって、そして後継者がいないところを力をつけて、中小企業が中堅へと育つように、それをサポートをする。そしてまた白馬の騎士、ホワイトナイトと言いますけれども、外資などがギャーッと来てですね、いきなり技術がいっぱいといっぱい詰まっている、そのものづくりの技術までかっさらっていくような、そういう形ではなく、友好的なホワイトナイト、そのサポートをするファンドを作っていきたいと考えています。中小企業は日本の東京の 99% を支える経済そのものでございます。だからこそ私はこの中小企業対しての予算をこの8年間で約2割積み増し、金額にすると800億円積み増しをして中小企業をサポートしているんです。これが新公約の新しい追加公約の一つでございます。2つ目は、皆さん、今日は三鷹駅でまた人身事故がございました。それによって交通は止まってしまう、電車は止まってしまう、でも何よりもそこで人の命が奪われてしまっている、そのことがあまりにも日常になって、みんな、そのことよりも自分の出勤に間に合わない、そちらのストレスの方が大きくなっているのではないでしょうか。そのような社会が本当にいいんだろうか、私は常々疑問に思ってまいりました。東京都が運営をしております都営地下鉄線、ここには大江戸線などですね、106の
駅があるんです。その106の駅にホームドアをこの度すべてにつけることができました。つけるように加速をいたしました。そして豊塚駅の駅すべてにこのホームドアをつけたことによって、その後事故は発生をしていないんです。皆さん、これでスムーズな交通も確保し、命を奪われているようなこともないんです。だからこそホームドアの整備を加速させていきたいと、私は JR、民鉄、そして地下鉄、行政、これをみんなで進めていく協議会を作りたい。このことを新しい公約、追加公約として皆さんにお示しをいたしております。いかがでしょうか。そしてこの報告はそれぞれのプラットフォームに両方ありますよね。両方の両方プラットフォームがあって、両方につけないとホームドアって意味がないというか、ホームドアつけたいですよね。お金がかかるなぁと事業者の方は頭も悩ましいんです。そういう中で技術力でそれを解決していこうという具体例があります。今申し上げました、都営地下鉄ホームドアが完備したと申し上げました。東京都の技術職員が提案してくれたんです。ホームドアと車両の方のドアがきっちり間隔を一緒にして開けたり閉めたりすることによって、スムーズに皆さんの交通を確保できるわけですが、車両をホームドアに合わせるために約20億円予算がかかると、このように算定していたんですが、その職員の提案で QR コードを車両側につけることによって、ホームドアとそして車両とがシンクロしてきちっと止まる、そしてドアを開けるドアを閉めるということができることになり、なんと20億円と予算していたのが270万円で済むことになったんですよ。すごいと思いませんか皆さん。技術が社会問題を解決するその一つの例だと、私は皆さんにこのことを今日この場でお伝えをしたいと思います。どうぞ皆さん、このように社会の問題を技術力でも解決していく。先ほど申し上げました罹災証明、なかなか出ない、半年経っているんですよ。そこでできないところを AI などを活用する、 3D カメラを活用する、これからも技術力を生かし、サステイナブルで、そしてハイテクを活用する、こんな東京をこれからもどんどん進めていきたい。だからこそ都民の命を守る、そして暮らしを守る、経済を守るだけではなく攻めていく、私小池百合子に3期目をお任せいただきたいと思います。どうぞ皆さんよろしくお願いを申し上げたい。そしてまた間もなくパリオリンピックが開かれます。日本の選手も頑張っています。金メダルを目指しています。私は皆さん方の一票一票の積み重ねで、どうぞこの都知事選挙3期目の挑戦、金メダルを私にお与えくださいますよう、そして投票行ってください。小池百合子でよろしくお願いを申し上げまして、秋葉原駅長での皆さんへのお訴えを終わらせていただきます。ありがとうございました。ありがとうございました。お聞き届けの
ってまいります。皆様どうか7月7日の投票日までよろしくお願いを申し上げます。ありがとうございます。本部の皆様もありがとうございます。見えております、小池百合子でございます。東京都知事候補小池百合子、ただいまは秋葉原駅の駅頭におきまして、皆様方に直接のお訴えをさせていただいたところでございます。ありがとうございます。それより小池百合子、皆様方のお門元を参りまして、皆様方からの直接の激励を賜れればと存じます。小池百合子、東京都知事候補の小池百合子でございます。本日はたくさんの皆様にお集まりをいただきまして本当にありがとうございます。ただいま JR 秋葉原駅駅頭におきまして、小池百合子街頭演説会を行わせていただきました。たくさんの皆様にお集まりをいただきまして、小池百合子本人よりの直接のお訴え、政策の一端をお引き届けいただきまして本当にありがとうございました。小池百合子候補者本人、ただいま皆様のもとへ参りまして直接激励を頂戴いたしたと思います。ありがとうございます。ありがとうございます。皆様のもとに一歩また一歩と、小池百合子皆様とともに、都民の皆様のためにこれからも力を尽くしてまいります。小池百合子、ありがとうございます。たくさんの皆様より直接の激励を賜っております。ありがとうございます。本当にありがとうございます。都民の皆様の皆様のお願いいたします。皆様、たくさんの皆様にご参加いただきましてありがとうございます。小池百合子候補者本人、直接皆様への直接のお願いでございました。ただいま小池百合子候補者本人、お客様お一人の皆様に直接ご支援のお願いをさせていただきたいと思います。今、小池百合子候補者本人候補任期8年初めにした、この東京大震災でございます。それから、参議院にして、政府からお伝えする人の本気のご支援をいただき、前にと進めてまいります。お答えは、候補者、お伝えの人に、皆様への直接のご支援をいただきたいと思います。お伝えの人に、ご支援と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 、今、お客様にお伝えをいただき、どうぞ、ご支援と、この本当を守り